中島忠し6月25日から1996年8月22日は日本の海軍軍人航空自衛官である。海軍では海兵58期卒業、最終階級は中佐。空自での最終階級は空将補。1910年6月25日、熊本県に生まれる福岡県産地中学校。何度も展覧会に家を出展するなど、 最初は、画家志望だったが、いとこに勧められて、海軍兵学校を受験。1930年11月、卒業。その後の沿用公開では船酔いして寝込み、船乗りがこれではと海軍をやめようかと思っていたところ、帰国後の実家講習で、航空最適、航の上という適性検査の結果を知らされ、それ以降航空畑を歩むことになる。 1932年4月、昭九1933年11月、海軍中尉。飛行学生、第24期卒業。1934年11月、空母、赤木乗組。1935年10月、横須賀航空隊。1936年3月、大村航空隊。1936年12月、海軍大医。空母。 加賀分隊長。1937年9月4日、新鋭の96式艦上戦闘機2機にて、カーチスホーク3機撃墜。96式艦船の実戦での初戦火となった。1938年3月、第12航空隊分隊長。顔全体に火傷がある、半沢幸男兵装は、中島分隊長に、見苦しい、下がれ、 俺の目のつくところへ二度と顔を出さないようにしろと叱られた。1938年9月、再起航空隊分隊九1938年12月、空母、龍城分隊九1939年10月、第12航空隊分隊場。1940年7月、大村航空隊分隊場。1940年11月、 佐世保航空隊分隊長。1941年10月、海軍少佐、1941年11月、大村航空隊飛行隊長。1941年12月、太平洋戦争回戦、1942年3月、台南ゾーラ飛行隊長。ニューギニアソロモン方面の航空船に参加した。1943年2月、 251空飛行長。1943年6月、横空飛行隊長。1944年7月、201空飛行長に就任。1944年10月20日に、神風特攻隊が採用され、特攻の向上化で中島は、次第に思いやりを書く言動が増えていき、毎日平然と特攻をさせるため、 周囲も中島を避けるようになっていた。中島が特攻を推進していたことに対して立場上仕方がなく内心辛かったのではないかという声もあるが中島によれば辛いとか苦しいとかいうような気持ちではなく説明しがたいある種の感動であったという中島は俺は死なない。神風特攻隊の記録を後世に残すためな一に帰るという発言もあった。 201空の角田和夫によれば、士官室で全員特攻と唱える中島に対し、203空飛行隊長、岡島清熊翔佐は特攻に反対で、全員引き連れて内地に帰ると言っており、特攻は邪道である。内地に帰り再編成の上、正々堂々と決戦をすべきである。203空からは一気の特攻も出させぬと頑張り、激論を交わしたという。また、 中島が、特攻によるタクロバンの三橋の破壊を命じた際に、いくら何でもそれは残念なので、空船でもいいから船を目標にしてほしいと、ガンデがあったが、中島は、目的は戦火じゃない。死ぬことにあるんだと答えたという。特攻の直演機に対しては、敵から攻撃を受けても反撃してはいけない、特攻機の盾になって、前段位に受けて進めろと命令したという。角田和夫は、 中島から直演だけと言われて行った先で直演の後に特攻も行かせるように指示を出していた件を直接問いただしたが黙ってにっこり笑った。角田はこの時の赤子のような美しい目で若い人たちを死なせたのではないかと語っている。1944年10月27日、第二神風特攻隊中優隊の実演、確認を務めた菅野正大医が 特攻戦火を報告しに来ると、中島は戦火が大きすぎる何か勘違いしていないか、霊帝へ行って本当に体当たりをしたのか、本当に目撃したのかと発言し、関野は行き通って腰の拳銃をそのまま5発、床に発砲した。隊員の葛西智和らもあの言い草はないと、行き通ったという。1945年1月、343空、副長。着任した際、 343空も特攻へ使われるのかと隊員たちに不安が漂ったが343空の戦闘301飛行隊長菅野忠史隊員が原画実のる指令に働きかけて中島を早々に転任させた3月9日第5艦隊長官、宇垣きまとい中将に招待されフィリピン台湾での特攻に関する戦訓を話すが宇垣は 新しい感銘は受けなかった。1945年3月31日、第5艦隊付、721空に、特攻の訓練、指導のため中島が派遣された。4月6日、菊水1号作戦のため、大型隊員や、第10航空艦隊を由来とする爆戦隊員に、対し、内部は45から60度で甲板か煙突か、環境に突入するように説明する。 しかし、中島が退出した後、中島少佐は、自分で飛んでいないから知らないとして、高高度からは、無理なので20から30度で、火事の故障を狙って完備に突入し、高行不能にして、潜水艦がとどめを刺すと訂正された。1945年6月、最運で特航を行う723空の副長就任。1945年8月、終戦。 終戦数日後、高松の宮信人新郎の意向を受けた東京からの死者が中島を訪れ、高等を誤示するため士官の選抜者で組織を編成し、地下に先行待機するよう指示が来た。青木武士司,司令と協議し、約10名を選抜したが、後に同じく高等誤示作戦を進める343、空の源田実大佐から副隊長閣での合流を要請されたため、 723空グループを解散して単独で合流した。1954年、航空自衛隊に入隊。1957年7月16日、第2航空団司令。1959年11月25日、第1航空団司令。1960年9月16日、飛行教育集団司令部。空商補で体幹。横浜ゴムに入社。 晩年は、心臓の具合が悪く、陶器作りの静養の日々を送っていた。1996年死去。ありがとうございます。